私が食べたいですわ。いってらっしゃい。みんな集まったか。おう、ひばりさんにぎょうさん怒られてたはるかさんも戻ってきたで。うるさいわね。さて、全員揃ったところで今後の作戦だ。まずは雅たちの櫓を狙おうと思うが、どうだ？いいと思いますわ。あの方たち全然やる気ないみたいですし、狙いとしてはちょうどいいかと。なんであいつらはやる気ないんや？料理と料理は料理のことがあるからね。乗り気じゃないのはわかるよ。でも雅はどうしたんだろう。まあ相手の事情を考えても始まらん。私たちが今やるべきなのは、櫓を壊しまくって忍びの盆踊りを制することだ。さあ行くぞ。頼もう。お前たち櫓を壊しに来たのか？その通り。神楽となって妖魔を倒すのは私たちだ。いいだろう、望むところだ。なんだ、覇気があるのは今だけじゃないか。だってここが快適なんですもん。ネット小説が読めることも分かりましたし。まだそんなこと言ってるのか。いい加減にしないと、元の世界に帰ったらネットを解約するぞ。そんなちょっと待った。あんたたちの櫓は壊さない。だから料理たちには関わらないで。どうしても壊したいなら繁盛とか月仙のところに行きなさいよ。櫓は壊さないでほしいけど、ヒョウナちゃんをぐちゃぐちゃにしてほしいな。バカなこと言ってる場合か。雅、見損なったぞ。これが新しい蛇女の選抜チームなのか。なんたる体たらく、見ていられん。ママ様。え？おい、雅、今お前なんて言った？え、私が今何か言ったのか？ママ様と。なんだと？そんなこと私が言うわけないだろう。いや、そうは言ってもな。確かに言っていたよね。聞き間違いだ、そうに決まってる。お家ではそう呼んでいたのですね、ママ様と。だから違う。雅、そんなにムキにならなくても。お前が母親のことをなんて呼ぼうと、私たちには関係ないことだ。笑ってしまうかな。お前たち、雅を愚弄するな。愚弄はしていません。ただママ様という呼び方にブルジョアの香りを感じました。お金持ちには制裁の一撃を加えてあげなければなりません。さあ皆さん、やってしまいましょう。
しません。Yeah.
いただきますわね。誇りを舞い掲げよう。リム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ紅蓮のごとく舞い散る。何や、つまらんやつね。
よし、ヤグラを壊したぞ。ぎょー、リョーナちゃんたちのヤグラが壊されちゃったよ。あんまりだよ。これも勝負だ。悪く思うな。あんたたちは分かんないの？やっと会えた大好きな人と別れる辛さが。別れというのも辛いのよ。それは分かりますわ。はあ？知ったような口聞かないでくれる？ここで死者と出会ったわけでもないくせに。私だって亡くなった両親と会えるものなら会いたいですわ。でも二人とも忍びではありませんでしたので。そうだったんだ。あなたたちは幸せに思うべきです。だって大切な人と再会できたのですから。たとえそれがすぐに別れが来るものだとしても。